日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー、ウィークリークローズアップ。7月の末からネットフリックスで一挙配信されたドラマ地面師たち、非常に話題反響を呼んでおります、はい、地主になりすまして勝手に他人の土地の売買を行う不動産詐欺集団地面師をテーマにした犯罪サスペンスで、地面師たちという小説がありまして、新庄光さんが書いたもの、それを原作として、ドラマに かなり、まあ、脚色も加えてですね、描き上げて、俳優は綾野剛さん、豊川悦司さんなど豪華キャストを迎えたことでも話題となっております。そこで、今週は話題沸騰ドラマ地面師たちの舞台裏というテーマでお送りしています。ドラマ地面師たちをはじめ数々のヒット作品を手掛けている映画監督の大根仁さんです。大根さん、おはようございます。おはようございます。さあ、今日も地面師たちの魅力を掘り下げていけたらと思うんですが、はい、今回の作品キャスティングっていうのはどういうふうに決めていったんでしょうか。原作となった地面師たち、新庄光先生が書かれた原作本を読んでいるときに、読みながら、まあ、なんとなく職業柄小説を読むときは誰かしらこう俳優をキャスティングして読んでしまうという癖があるんですけれども、はい、まあ、絶対にこれは自分が、映像化するんだということが念頭にあったので、その辺は早かったですね。イメージするのは読みながら出てくるキャラクターをもうキャスティングしていくっていう、地面師たちのメインのメンバーである匠が綾野剛、ハリソンが豊川悦司さん、はい、後藤、王立や後藤がピエール滝さん、キャスティング担当の玲子が小池恵子さん、情報を持ってくる図面師って言ったかな、うん、が竹下が北若月さん、はい、っていうのはもう読みながらもうイメージしてましたね。長井っていうのが出てくると、あ、これ染めたいかなみたいな。ってことは、その頭に浮かんだ俳優さんが理想通りキャスティング実現できたってことですか。そうですね、メインのキャストに関しては、はい、そうですね、第一希望のキャストの方が、決まりましたね。映像化するにあたって、まあ、今回の地面師たちってこうエンターテインメント作品に仕上がってるんですけども、はい、その作品に仕上げていくためにこうリアルとフィクションの部分っていうバランスって、大根さんはどんなところをこう大事に心がけてるんですかね。今回の地面師たちに関しては、まあ、やっぱりいろんな3つのジャンルがミックスされてる話だと思うんですけども、はい、一つはまあ犯罪サスペンスですよね、うん、もう一つは騙される企業側のある種サラリーマンものというか企業ものみたいで、プラス、その事件を追う警察の、まあ、刑事ものという、まあ、この3つのジャンルがミックスされているわけで、そこの辺のバランス、どこにリアリティラインを引くかというのは、まあ、脚本書きながらいろいろ考えていった部分がありますね。まあ、その地面師たちを中心とする犯罪サスペンス部分はケイパーものと呼ばれるジャンルがあるんですけども、そういったある種ケレン味を持った作品、わかりやすく具体的に出すと、まあ、オーシャンズイレブンとか、あの辺の、まあ、そこまでスタイリッシュではないですけれども、まあ、ちょっと怪しいかっこよさがあるみたいな、映像的にもちょっとフェティッシュな雰囲気を出そうとは思いましたね。まあ、一方企業とか警察というのは、まあ、そこにケレン味を持たせちゃうとちょっともうフィクション味が作品全体で増してしまうので、まあ、企業側と警察側はこっちはまあ割合、まあ、リアリティにだろうとっていうバランスは考えた。そしてその地面師グループを描くにあたって私感じたのはこう和と不和のバランスも絶妙だなと思ってですね。もちろん地面師グループなんでチームではあるんですけども、物件が見事に成功した後に食事するシーンがあるじゃないですか、はい、まあ、一応ですね、打ち上げのようなものがですね、はいはいはい、でそこでこう和を描きながらも、でもそこにはハリソンがいないっていう、そのハリソンの孤独の部分っていうものもあったり、なんかハリソンは食事をしないっていうか、こうお酒だけを飲んでる分ですね、一人で、はい、そういうところとか、そしてこう地面師グループも決して仲良し恋しではなくて、いつ崩壊してもおかしくない危うさみたいなものもこうずっとはらんでる感じっていう、なんかこの和と不和のバランスが絶妙だなと思ったんですが、原作にもそのものではあるんですけど、やっぱりまあ実際の地面師たち、他の地面師詐欺とかもいろいろ取材をしたんですけれども、まあ、実際の地面師たちも案件ごとに集まる、ちょっとフリーランスの集まりみたいな感じなんですよね、常にチームを組んでるわけじゃないっていう、まあ、それはその捕まった時に
いや自分も知らなかったっていうふうに、ある種のこう逃げ場を作っておくためっていうのもあるらしいんですけれども、うん、あんまりこう証拠を残さないというか、実際はあのハリソンルームと、便宜上僕ら呼んでましたけれども、地面師たちが集まるあのハリソンが持っているあのアジトのような部屋、うん、みたいなものは、まあ、実際はないですよね、ああいったの。あれはまあ映像化するにおいての、一番ついた一番大きな嘘かもしれないですね。原作にもあの設定はないので、うん、そしてまあ地面師詐欺って絵的にはすごくこう地味なものなんじゃないかと思うんですけど、それをこう見事に見応えのあるシーンにこう展開していったと思うんですよね。そのあたりのこうテーブルトークのシーンとかっていうのはどうアップデートされていったんですか？交渉シーンですよね、はい、それはどの職種業もそうだと思うんですけども、結構社会人って打ち合わせというかテーブルを囲んだ、はい、会議をよくやってるじゃないですか、ええ、でそういったシーン、僕らの映像の業界も、実際の撮影現場とか、編集とか仕上げ以外はほぼこう全ずっと打ち合わせをしているみたいな、打ち合わせとか会議の場の空気を切り取るのが、僕は個人的に割合こう好きというか得意というか、その話の流れによって、あとお互いの損得の駆け引きによってその場の空気が変わっていく感じとか、なんかそういうのをこう、まあ、見るのも好きだし撮るのも好きだしっていう、テーブルトーク交渉するシーンもこう企業側の目線にも立てるし、騙されるのかなこの人たち、そして地面師側のこうどう騙すんだろう、無事に騙せるのかなっていう、なんかそういうこうそれぞれに自分のこう感情を乗せられるっていうか、そういうなんか仕掛けがすごいなと思いました、はい、そうですね、まあ、そのいつの間にか地面師たちを応援してしまってる、そうそう自分がいるみたいなことですよね、はい、まあ、それはある種最初から狙っていた部分なんですけども、まあ、地面師集団というのは、まあ、言ってしまえば犯罪者なので、いわゆる義賊と呼ばれるような人たちではないけれども、まあ、世間的にはエリートとされている大企業からお金を騙し取るというのはちょっとなんかジャイアントキリング的な面白さがあるというか、そういった部分ですかね、まあ、なんかそのいつの間にか地面師側を応援してしまうとか、まあ、でも時にはちょっと企業側に心が揺れて、騙されんなよって思ったりとか、まあ、そういった部分は狙った部分でもありましたけど、なるほど。さあ、そして明日はですね、地上波ですとか映画なども手掛けてこられた大根さん、ネットフリックスとのこう違いってどんなところにあるのか、そんなお話を明日伺っていきたいと思います。今日はここまでありがとうございました。ありがとうございました。インタビューの途中で出てきたハリソンっていうのは、ハリソン山中、豊川悦司さんが演じる地面師グループのまあリーダー的な存在なんですけども、はい、この作品を見ると豊悦さんが怖って思うようなね、すごい存在感を放ってますんでね。ちょっと見たいですね。興味ある方はね、ちょっと見てみてください。ドラマ、地面師たちをはじめ、エルピスなど数々のヒット作品を手掛けている映画監督、大根仁さんのインタビューをお送りしました。